らそう。慣れなあかんね。足首大丈夫？ちょっと硬いので、開けるときとかにこの辺のジップがだいぶ邪魔してくる可能性はありますね。これ取って普通の形にしたら、普通にそのまま立ててやりやすいと思う。今カッコ悪いんじゃん。別に。チャック開けたままで。違うよ。これが取れない。あ、それ取れるの。そう。見てただ横にジップがついてるっていう処理もできます。取ったらそれどうなるの？どうなる？ジップが取れるので普通の、はい、こういう感じで使っていただきます。あ、中にブッカ入ってる。そうです。あ、じゃあそれ飾りね。はい。なので別にじゃあおしゃれの時はそれつけておいてダンスの時は取ったらいい。あ。それでも無理やって言うんだい。いけるじゃん。でもいちいち痛いね。ダンスするならちょっと痛いかもしれない、うん、あの厚底のタイプだったら皮柔らかいのとかもあったりはするんですけど、大台ですね。ちょっと重たいと思います、まあ、あれで踊ってる方もいて悪いのはいけるので、うん、慣れればっていう感じだとは思うんですけど、うん、まあちょっと欲しかったですけど、まあ、厚底も履いてみたら変わんない。これぐらいに大きいのしかない。あ、うん、まや。なので多分あそこ慣れてなかったりとかすると慣れるまでちょっと重たいかなと。重いのは無理かな。無理やな。足上がらんな。Thank you.
脱ぎやすい？ん？脱ぎやすい？なんちゃってにした方がいい。若い子のセンスがないから分からん正直分からん。ブーツはダンスには使えない。使えるの？使える。エナメルでも大丈夫な？それならブーツかな。おすすめはオールシーズンで使ってもらうと思えば使っていただけるので、サンダルに関しては夏しかっていうところはありますね。だって今からさ、またよく似たの探さなあかんの。周りの街を、この街を履いてる方がいっぱいいるのであれば
ついてるっていうのが結構レアなと思う。あったとしたら